はい、もちもち TV のもちです。今日はですね、五郎丸歩夢選手に会った時の話をしたいと思います。8年前ぐらいの話だったと思うんですけど、友達とあとちょっとしたパーティーに参加したんですよ。で、もともとそのパーティーに行ったのは親に誘われて、そのパーティーに行ったのは、その親に誘われて、ビンゴ大会とかあるじゃないですか。ビンゴ大会とか豪華な食事があるって聞いて、でそれで行ったんですけど、なのでその有名人とかが来るってそんな思わずに参加したんですよ。そしたらジュビロの松浦選手がいたんですね。で、僕はジュビロが好きなんで、あ、松浦選手がいると思って、その大体松浦選手の付近にいたんですよ。で、そしたらダンジョンステージみたいなとこで、オリンピックで活躍された選手ですって言って、スペシャルゲストみたいな感じで、シドニーオリンピックの銀メダルを取った方が来てて、競技はちょっと忘れちゃったんですけど、誰かよくわからなかったんですけど、その方のとこに行って、その銀メダルを、本物のシドニーオリンピックの銀メダルを見せてもらったんですよ。で、これが本物のシドニーオリンピックのその時に見せてもらった銀メダルなんですけど、で、見せてもらって、で、数分後にスペシャルゲストですって言ってやってきたのが、その五郎丸選手と五郎丸選手のチームメイト、ジュビロの、ヤマハ発動機ジュビロでしたっけ、ラグビーのチームの3選手がやってきて、最初その何々選手ですって紹介されるんですけど、五郎丸選手って言われて、名前なのかなと思って確かに五郎丸選手が一番最後に名前呼ばれたんですよ。なので、なんとか選手、五郎丸選手って言われて、あ、名前なのかな、イチローみたいな感覚なのかなと思って、で、ちょっと笑っちゃったんですけど、で、ステージに上がってきて、で、友達とその五郎丸っていう名字のインパクトがすごいから、将来すごい選手になるかもねって話をしてたんですよ。で、そしたら本当に五郎丸フィーバーが来たじゃないですか。で、その時の五郎丸選手が、ちょうどルーキーイヤーの年だったんですよ。で、ちょうどルーキーイヤーの年だったんで、名字のインパクトはあるんですけど、みんな周りの人たちもよくわからないみたいな感じで、松浦選手とかは、入れ替え戦で大活躍して、その知名度が一気に上がって、で、その銀メダルの取った選手は選手で、知ってる人は結構知ってるみたいで、チヤホヤされてる感じで、で、五郎丸選手は、そんなに、体はすごい大きいんですけど、ラグビーの選手なんで、そんなにこのワイワイなっちゃう感じではなくて、で、一応写真を撮ったんで、で、写真はこちらです。あれですよね。まだ初々しいというか、ルーキーイヤーなんで、ちょっと髪型も今と違う感じで、新鮮な感じですよね。で、この写真を撮ったんですけど、でもこの写真は、この写真1枚しか撮ってなくて、軽い気持ちで撮ったんで、表情もいい時を撮れずに、ちょっとブレたりしたんですけど、で、後の五郎丸フィーバーを見て、あの時にサインをもらったり、一緒に写真を撮ったりしておけばよかったなって思いました。あれですね、スポーツ選手とかは特に、その時は知名度がなくても、後に大活躍されて、一気に知名度が上がることが、結構あると思うんで、今後はもっと貪欲にサインとかをもらっていこうかなって思いました。はい、以上、もちもち TV でした。